九州乳業九十、高原牛乳九州乳業株式会社は、大分県大分市に本社を置き、牛乳及び乳製品を販売する企業。九州北部を主な市場としており、緑牛乳をはじめとする緑ブランドで知られる。売上高は九州で業界2位。経営再建のため2013年4月1日に、新会社、九州乳業が設立されて、 社名やブランドと営業、販売部門を継承し、九州乳業は、KN に社名変更して、破綻処理された。1907年に、大分牧畜合資会社を設立したのが始まりで、1940年には、もう一つの源流である、別府牛乳会社が設立された。この2社が1957年に合併して、大分共同乳業株式会社が発足した。 大分県楽農業協同組合が1960年12月に設立され、大分共同入業株式会社の全株式を同組合が取得して完全子会社化された。これらを含めた大分県楽農業協同組合の入業部門を母体として農畜産業振興事業団や大分県及び福岡県、そして農系入業各社の出資を受けて、 1964年3月に九州乳業株式会社が設立された。2000年4月29日に本社を大分郡の津春町に移転し、その敷地内に緑の王国ふれあい公園、緑マザーランドを開業した。この緑マザーランドには見学や試飲ができる工場、豆腐、こんにゃく、バターの手作り体験工房、小動物と触れ合うことのできる牧場、 芝生公園等が布設されている。2008年、中国で中国産食品の安全性問題が浮上した余波で日本産の牛乳の販売が急増。九州乳業も10月の上海向け輸出は以前の約5倍の600本を超えた。香港向けも注文ひっきりなしとなり、豆乳の注文も増えるなど輸出は好調だった。2009年6月2日、 グループ企業全体で約150億円の負債を抱え経営が厳しくなっていることから金融機関の再建の一部を放棄してもらう要整理改修機構に調整を依頼した。また株主である大分県に対して社長の派遣を要請し大分県が推薦した元県農林水産部審議官の江川誠一が社長に就任した。そして二0 1年四月に 約99億円の再建放棄を受けることを中心とした自主再建計画に乗り出した。その一環として福岡県春日市の福岡工場を工場の入り口付近の道路拡幅に伴い2010年6月12日に閉鎖した。また2010年に子会社の九十高原開発公社が運営するシビール工場とレストランを武田市へ譲渡するとともに 体験型観光牧場も譲渡するなど、竹田市内での観光関連事業から撤退することになった。しかし、工場で起きたトラブルなどが影響して、売り上げが伸び悩んで再建が順調に進まなかったことから、2013年2月15日に自主再建を断念し、阪神主犯グループの支援を受けて、新会社に事業を分割して譲渡して、再建を図る方針が発表された。 この再検索では有利子負債約40億円のうち約28億円を金融機関が再建放棄して新会社が約12億円を継承し吸収入業の社名を継承する営業・販売部門の新会社は阪神市販グループが出資してその参加に入り製造部門は吸収入業と大分県楽農業共同組合が出資する 事業共同組合が事業を継承することになった。この再建計画は2013年3月27日の臨時株主総会で承認され、新会社、九州乳業が同年4月1日に設立されることになった。新、九州乳業の社長に、阪神主犯の日垣修作社長が就任。約200人の従業員は継続雇用された。緑牛乳。 ありがとうございます。